さて、集まったな。各階層守護者よ。私の部屋に来てもらったのは、お前たちにこれから金貨を与えるので受け取れ。金貨ですか？給料みたいなものだな。アイン様、恐れながらお話に口を挟む無礼をお許しください。ああ、アルベドの言いたいことは分かっているが、言ってみよう。間違っていたら恥ずかしいからな。ありがとうございます。至高の御方のために働けること以上の喜びはなく、対価を得るなど失礼に当たります。私どもの給料など不要です。そうだな。アルベドがそう言ったことを私は忘れていないぞ。その後、役職に応じた給金を与える計画を立てている。その給金を使ってお前たちが買いたいものを提示せよと命じ、お前たちの欲するものを聞いたこともな。ところで、その時にいろいろと意見が出てきていたが、その中の一つ、添い寝券を欲したのは誰だ？はい、アインズ様、私でありんす。シャルティアか。では、私との模擬戦はコキュートスだな。はっ、その通りでございます。アウラとマーレは何を欲したのだ？私は最初、ドロロが欲しいと言ったんですけど、コキュートスが。あれは私が管理するリザードマンのペット。彼らの財を勝手に奪うことは認めないと拒絶しました。よろしかったでしょうか？その件はコキュートス、お前が正しい。ありがとうございます、アインズ様。なので、アインズ様と一緒にお食事する件にしました。それではマーレは？僕も添い寝券が欲しいなと思いまして。そういえば新しい提案はなかったでありんすね。申し訳ありません、アインズ様。いやいや、気にする必要はない、マーレ。別に無理やりに考えろというわけではなかったからな。ありがとうございます。なら一緒にお風呂券はアルベドか？いえ、私です。あれ、お前かよ。裸の付き合いなるものがあると至高の御方ウルベルト様がおっしゃっていたのを思い出しまして。ああ、ウルベルトさんが。そうか、そういうことか。了解した。アルベドは一体何を欲したのだ？私は大式ホール。アインズ様、アルベドの提案はほぼ満場一致で否決されました。残念でありんした。仕方ないよね。僕やお姉ちゃんが知らなくていいところまでする添い寝券を、さらに一歩進ませたというやつでしたよね。はあ、想像ついた。さて、前回はこのように私と何々券が非常に、そう、非常に多かったので少し問題だと思ったのだ。だから今回は実際にお前たちに金貨を渡し、それを用い周辺都市で購入してもらおうと思っている。ぜひお前たちに協力してもらいたい。アインズ様のご命令とあらば何なりと、全身全霊をもって実験の成功に努めます。努めます。その息だ。では今からお前たちに金貨を3枚ずつ渡す。それぞれ好きに使うように。後でどのように使ったのか、またその感想を報告してくれ。この金貨が人間たちの使うものなのでしょうか？そうだ、交易共通金貨というらしい。さて、買うにあたってだが、前回人間という意見があったから言っておくが、生き物は買ってくるなよ。外出できないものはナーベラルに使いを頼め。およびどんなものが売っているかはセバス、ソリシャンらにも聞くといい。はっ。よろしい、それでは任せるぞ。変わったものも売っているから自分で直接見に行かせた方がいいんだけど、難しいからな。特にコキュートス。おい、見ろよ、エランテルの英雄漆黒のモモンだ。
かっこいいな。後ろにビキナーベもいるぜ。いいな。俺もあんな美人とは無理だって。よしよし、エランテルでの名声はだいぶ広まったな。だけどいつもアダマンタイト級の仕事があるわけじゃないからな。モモさ、先ほどからまとわりついているヤブカドも駆除してもよろしいでしょうか。ダメだ、我々は最高位の冒険者なのだぞ。注目を集めるのは当たり前、気にするな。はい、では無視します。まあいい。安いよ安いよ、あの青のバラのガガーラン大特価、今ならイビルアイもついてくるよ。お子さんへのお土産にどうだい。ん、何を売っているんだあの店は。の、これはこんなものがあるのか。まさかあれがあんなに儲かるとはな。もちろん冒険者の報酬の方が高いけど、定期的に入る不労収入って最高じゃないか。アインズ様。まあすまん、少し考え事をしていてな。さて、要件は以上だ。はっ。ではアインズ様、これで本日の報告は終了でございます。うん、アルベド、ご苦労であった。そういえば数日前に渡した金貨の件はどうなっている。最初は使い方に迷う者もいましたが、至高の御方がくださったもの、皆喜んで使わせていただいております。もちろん私も。そうかそうか、であれば檻を見て守護者たちを集めてくれないか。皆の感想を聞いてみたい。かしこまりました。よく集まってくれたな。先日与えた給料をどのように使ったのか教えてほしい。そうだな、アウラから聞こうか。はい、この腕をご覧ください。じゃじゃーん、人間の都市に住む鍛冶師に任せていただいた金貨をブレスレットにしました。ブレスレットか、確かに中心に金貨が1枚あるな。にしました。金貨アクセサリー。ところでアインズ様、余ったお金はどうすればよろしいのですか。あ、はい、そうなんです、あの制作費として少しお金が減りましたけど、銀貨とかで残っているんです。うん、少し待つのだ、次はコキュートス。はあ、私も二人に同じです、アインズ様。これを。二人のは銀の鎖を使っているが、こっちは革を使った民族衣装っぽい飾りだな。これは。はっ、私はリザードマンを管理する者ですので、リザードマンたちに作業をさせました。へえ、こういった民族衣装風の飾りが作れるのか。将来リザードマンのいい外貨収入になるかもな。しかし作業費は払ったのか。それではアルベド。はい、私は人間の都市で高価な布を購入し、この等身大アインズ様抱き枕を製作させていただきました。すごいです。見事なアップリケだよね。少しデフォルメされているようだが。そのままでは失礼と判断したのかもね。あんな、布を購入したと言わすのは同じでありんすね。私も布でありんす。この量は高くついたでありんしょう。ええ、でもいけたわ。しかもこの中に残った金貨を入れております。アインズ様から頂戴したものを入れることで、この抱き枕は特別。いいえ、愛する人に限りなく近い存在になりました。夜は一緒にベッドに入り、遅くまであんなことやこんなことを。どんなことだよ。というか、あれだけ仕事をしているのに抱き枕なんていつの間に作ってたの。あら、アルベドは夜だけでありんすか。私は昼夜問わず一心同体でありんす。アインズ
頂戴した3枚のうち2枚を収めているでありんす。金貨の冷たい感触を感じるたびに、あっちの方も。あら、なるほど、布でパッドを作ったのね。違うでありんす。鍛冶長にお願いしてブラジャーを作ってもらいした。鍛冶長に何を作らせているんだよ。というか、ブラジャーなんて作れたのか。何十時間も試行錯誤させた結果出来上がった一品でありんす。何十時間、人件費は高いんだぞ。残業代が基本給よりも多かったことのあるヘロヘロさんが怒るぞ。そんな無駄な縦板なあなたに、金貨2枚に糸でいいじゃない。ニップルシール代わりに使えば。少しだけ打肉が多いからっていい気になって。もげさ、もいでもつかないわよ。だって何事義はそれぐらいにせよ。申し訳ありません。はあ、さて、最後はデミウルゴスだな。アインズ様、お許しください。私の金貨はまだ使用しておりません。何？デミウルゴスがか？一体どんな狙いからだ？はい、私は離職に用いようと考え、そのためにまずは周辺にどんな商人がいるのかという情報から集めておりました。お許しをいただけるのであれば、もうしばらくはご猶予。離職、それもまあ買い物、まあ買い物とも言えるな。さて、各階層守護者よ、一通り聞いたわけだが、お前たちの金貨の使い方は私の望むものではない。あ、いや、間違っているわけではないぞ。ただ金銭として全額使って欲しかったのだ。お前たちの私からの金貨を大切にしようとする考えは非常に嬉しいが、今回はそれはなしにせよ。それはいただいた金貨を全て何かと交換せよということでしょうか。確かに本来金銭としての用途はそういうものですが。そんな、せっかくアインズ様からいただいたのに。このままじゃダメですか。至高の御方から頂戴したものを手放すというのは。先も言った通り、お前たちの気持ちは嬉しい。しかし今回は使うことに意味があるのだ。そうだな、セバスとナーベラルを一時戻らせるので話を聞いてみるがいい。もう一度金貨を3枚渡す。私はこれから5日ほどエランテルに行く。帰ってきた時にいい報告を期待しているぞ。では第1回アインズ様からいただいた金貨をどう使用するか会議を始めます。セバス、オートから戻ってきたばかりですまないが、よろしく頼むよ。ナーベラルも忌憚なく意見を言ってほしい。アインズ様のためとあらば喜んで。何なりとお申し付けください。まず根本的なところから考えましょう。なぜ金貨3枚かというところに私は引っかかりを覚えます。様がお給料だって言っていましたけど。なるほど、アインズ様であればはした金にもかかわらず、金貨3枚という金額を私たちに提示してきたところに意味があるとデミウルゴスは考えているのね。その通りです。金貨2枚ではなく4枚でもない、3枚でなければならない理由があり、それを私たちに発見させるのが狙いなのではと考えております。本当にそうでしょうか。セバスさん、何か意見があるのですか。はい、小さな町で買い物をするのであれば、金貨3枚はそれなりの額になります。アインズ様は皆様に物価を知ってほしいと考えられたなどの理由ではないですか。
私も少しミスをしてしまったわけですから。あの人間の娘のこと？そうですね。あの一連の事件は冷静に考えればもっとうまく運べたはずです。そういった失敗をしないようにとお考えなのではないでしょうか。デミウルゴスとセバス両者の意見はどちらも可能性がありそうね。ナーベラル、金貨3枚でちょうど買えるもので心当たりは？申し訳ありません、即座に思い当たるものは。セバスは？私もナーベラルと同じで心当たりはございません。ナーベラルはアインズ様より金貨を受け取っていないのでありんすね。はい、私は受け取っておりません。そしてセバスも。はい、受け取ってはおりません。とするとやはり人間の都市で3枚ほどで販売されているもの、もしくは守護者に知っていてほしいものがあるのじゃありんせんでありんしょうかい？人間の都市に慣れている2人を使わず不慣れな我々にというのは、やはりそこに狙いがあるからこそというわけだな。どうしたのシャルティア、何か変なもの食べ飲んだ？ドッペルゲンガーかもしれませんね。ドッペルゲンガーですか。どうしたんですかデミオルゴスさん、パンドラズアクターさんなんですか？ああ、シャルティア本人だと思いますよ。私が少し考えたのは、あの国への一手でドッペルゲンガーも悪くはないと。こちらの話です、気にしないでください。そうですか。なんでこんな扱い？そうなってくるとやはり町の情報が必要ね。アインズ様のように実際に人間たちの町に行ってみた方がいいでありんしょうね。足で稼ぐってやつね。私も人間に期待できるなら行きたいところだが。ならばミラーオブリモートビューイングを使おう。ナベラル、それでエランテルの市場を見ることはできるかな？はい、市場の店の多くは露店なので屋内を見られずとも問題ないと思われます。ではそれで行きましょう。今度こそアインズ様の期待に応えるのです。お帰りなさいませアインズ様。うん、皆はどうしている？先日頂戴した金貨の件についてご報告申し上げたく、玉座の間にて待機しております。ほう、それは楽しみだ。で、ちゃんと使ったのだろうな。はい、すべて使い切りました。そうかそうか。足りなかったら追加の資金も出せたんだけどな。くー、まだまだそこまで稼げたわけではないが、働かずにこれだけ儲けられるのか。これがうまく回っていけば金銭面での不安は完全になくなるかもな。表を上げよ。はっ！守護者たちよ、今度は与えた金貨を使い切れたそうだな。足りなかったものはいないか？大丈夫でした。欲しいものの値段はバラバラだったんですけど、みんなのお金を全部出したらぴったりだったんです。そうか。ではアウラ、お前が何に使ったのか教えてくれ。はい、これを見てください。木製モモン像です。は？僕も木製のモモン様像を買いました。お姉ちゃんと色違いの鮮血バージョンです。これは、私は漆黒のモモンなりきりグッズを木製兜とマント、木製体験の3点セットでございます。もしかして？私は特製マジックアイテム、おしゃべりモモン像を。ボタンを押すとこのように。漆黒だ、漆黒だ。今回の劣化アイテムらしく、魔法の効果は半年程度なのが残念ですが、毎日このように語りかけております。私の下着は何色がお好みですか？漆黒だ。はい、仰せの通り。
売上は。私はモモン様の香りがするというお守りモモンにしたでありんす。これで弱いモンスターは寄ってこないという触れ込みでありんした。でもさ、これってくさ、なんか変な匂いだよね。配下のアンデッドたちには大好評でありんすえ。買い占めた恋がありんした。こいつらか。うちは玩具屋でね、子供が大好きな英雄を人形にしているんですよ。最近は青のバラが人気でね。木彫りの人形、似姿絵などか。あまり似ているとは言えないが、これ売り方によってはもっと金になるんじゃないか。モモンさんの人形も売りたいと思ってたんですよ。ちょっとお姿をスケッチさせてもらえませんか。ロイヤリティはどのくらいですか。え、ロイヤリティ、そんな概念なんてないか。どうでしょう、私がアイデアを出すのでそれを商品にしてみませんか。まずは公式と銘打って価値を高め、限定販売にして購買意欲を煽るのです。さらに魔術師組合に手数料を支払ってマジックアイテムを組み込む。つまり俺がさっきもらった金は守護者たちにあげた金貨で、手数料が引かれている分赤字ということか。お前たち、なんでそんなものを買ったんだ。そんなものなんかじゃないですよ。たとえ仮の姿とはいえ、これはアインズ様ですから。そうです。ちょっと形はヘンテコですけど、これを見つけた時とても欲しいなって思ったんです。まったくです。このセットでいつかお世継ぎと。人間たちも面白いものを作るでありんすね。ええ、まさか人間どもの町でこんな素晴らしいものを手に入れられるとは思わなかったわ。まったくお前らは。そういえばデミウルゴス、お前は何を買ったんだ。私はこれを、ハムスケモモン像です。なんだと。うわぁ、何その間抜けな格好の男。俺ハムスケに乗ってる時やっぱり格好悪いんだな。で、ちょっと待て、そんなグッズは作ってないはずだぞ。モモンのイメージダウンになるからな。申し訳ございません。ハムスケの名前が先ではご不快なのは当然かと存じます。この像の名は英雄モモン並びに下僕のハムスケ像と改めます。いや、そこはどうでもよいのだが、その像も他の品と同じ店で売っていたのか。はい、これらの品を扱っていた店は一つだけでした。ほう。さあ、エランテル名物漆黒モモンのアイテムがいっぱいだよ。一時人気で売り切れていた大魔獣に乗った英雄像ハムスケモモン像も入ってきたよ。人気？あ、モモンさん見てください、いいアイデアでしょ。ダメ、絶対。え、いや、売り上げならちゃんと。ダメだ。こんな恥ずかしいものを勝手に売り出されたらモモンのイメージが下がってしまうからな。店主はしっかり絞っておいたし、二度とモモングッズは作らないだろうけど、結局のところ赤字か。デミウルゴスのおかげで一息ついたけど、ナザリック強化のためにももっとお金が欲しいな。